平野紫仕様、新会社設立でダンス教室の先生に、ジャニーズ時代の仲間も太鼓判を押す、教え上手、な一面。SNS を通じてファンと頻繁に交流していますが、本格的な芸能活動はまだスタートしていません。こう語るのは音楽関係者。今後の具体的な活動は明らかになっていない平野仕様、26。 だが、密かに新プロジェクトの準備を進めているという、平野さんは戸ベとの合流を発表したのとほぼ同時に、会社を設立しました。その名は、株式会社使用。平野さん自身が代表取締役を務めています。前で音楽関係者。株式会社使用の会社お記にはアーティストのマネジメントやコンサートの運営などが会社の目的として掲載されている。 さらに気になる項目が、ダンススクールダンススタジオの運営及びダンスインストラクターの要請及び派遣、と記されているのだ。高いダンススキルで知られる部屋。彼から直接ダンスを教わる機会があるということか。平野さんは7歳の、頃地元名古屋のダンススクールに通い始めました。弟のリクさん、24。 ユニットを組んでダンスの大会に何度も出場するななど名名古屋ででは有名な兄弟でしたスクールの先生は平野さんのことを10年に一人の逸材と言っていました。アイドル史ライター。当時から平野は指導者としても才能の片鱗を見せていた。スクールには平野兄弟に憧れる子供は多く平野さんは幼児たちにいつも笑顔でダンスを教えていたそうです。 大会で成績を残しながらも天狗になることはなく楽しそうに教える姿は親御さんたちからも好評だったといいます。前でアイドル史ライター、ジャニーズ時代の仲間たちからもダンスにおける信頼は厚い。多忙を極めるキング・アンドスのメンバーに平野さんが代表してダンスを教えることも多く、仕様は教え方がうまい、と言われていました。 先輩や後輩もダンスの実力には一目置いていました。前で音楽関係者。平野のダンススクールについて問い合わせると、戸辺の担当者は平野の会社の業務についてのお話ですので、当方からはお答えしかねます、とコメントした。かつて平野はインタビューで次のように語っている。多い時は1日7時間練習してました。 性格的に冷めやすかったんですけど、ダンスだけは冷めなかったんですよね。毎夜上、22年7月号。平野さんは天賦の際にも甘えず努力を重ねる人。きっと子供たちに対しても練習第一の魂を教えるのでしょう。前でアイドルシライター。後進の育成にも踏み出す部屋。憧れの世界進出へ向け。 第二の平野使用が生まれる日も、そう遠くはなさそうだ。